はい、どうも池です、今日はですね、ちょっと前にルナシーの動画を出すと宣言しておきましたが、そうではない動画をちょっと出したいと思います。というのもちょっとね、ここ数日ちょっと体調悪くてとか、スマホをなくしてとかでいろいろテンションがガタッと下がっておりましてですね、なのでそれじゃない動画を撮っていきたいなと思いまして、今日はこの動画を撮っております。で、今日はどんな動画かと言いますと、最近ね、といってももう1ヶ月ぐらい経ってますが、引っ越しをしまして、いろいろとまだまともにいろいろ終わってない状態なんですけど、ずっともう10年以上前からずっとやりたかったことがあって、それをそろそろやらないとなというか、やりたいなと思って、ある程度もう準備が整ったので、それをちょっと今日やろうかなと思っております。というのがこちらでございます。さっきから映っておりますが、これコンポのスピーカーです。もう10年どころかもう20年以上前のコンポなんですが、これのスピーカーをテレビにつないで音を出したいなと思っておりまして、でただずっとやり方わかんなかったんですよ。なんでわかんねえのかっていうのですね、今のコンポのスピーカーがどうかわかんないんですけど、この時のコンポのスピーカーがですね、こんな感じなんですよ。こんな感じでケーブルを挿すんじゃなくて、なんか線を直接繋がないといけないみたいで、こういうのを使ってですねやらないといけないみたいで、なんだそれと、わかんねえわ本気で、ずっと放置してたんですけど、まあ、この引っ越しを機にちょっとやり方を調べまして、そしたらアンプをつないでテレビにつなげばいけるみたいなことを調べたので、でやってみるかと思って、準備をしました。でここにあるケーブルはもともとコンポで使っていたケーブルなんで、まあ多分使えるだろうなと。でただこの電源に関しては、別のところから持ってきました、このスピーカーにつなぐ用ではなくてですね、このテレビアンプ、これをスピーカーにつないで音量調節とかするっぽいんですけど、これ用に必要だったんですよ。というかこれ買ったらですね、この本体しかなくて、この電源ケーブルついてなかったんですよ。なんでそれ用にちょっと家にあるものを持ってきました。何に使ってたやつかわかんないけど、でこれとこれとこのテレビをつなぎたいと思っております。でただまずですね、このスピーカーがさっきも言った通りもう20年ぐらい前のやつなんで、かなりここの金網の中にホコリが溜まってるんで、そこの掃除をしたいなと思っております。なのでパソコンとかに使うこれで掃除していこうかなと思っておりますので、早速掃除していきます。はい、こんな感じでここのスピーカーというか、なんていうのかな、この丸い部分、ここと網のところにホコリが溜まってると思ったんで、なんとかうまくできないかなと思ってここの部分外してみたんですよ。これそれがこちらです。ホコリすっげえ、ちょっとここまで汚れてると思わなかったんで、綺麗にしていきたいと思います。はい、スピーカーついにつながってできました。一応今、まあ、適当に配置は置いてるんですけど、まあ、テレビアンプスピーカーとつないで無事にここから音が出るように設定できました。で設定は特にいじらなくてよかったんですけど、配線が一応こんな感じで、このケーブルをよいしょ、ここのアンプのこれですね、これにつないで、で電源ケーブルつないで、結局これは、外付けハードディスクのケーブルをつなぎます。でこのピンとこのピン、ヘッドホンジャックってやつですかね、俗に言うの両端がこれになってるのを買ってきて、ここからこの音声出力につないで出せるようになりました。
まあ、ただこれもまだこのままの配置では置かないので、まあ、切り替えてはいきますが、こんな感じで使っていきたいと思います。で、今まだ全然とりあえず置いてるだけなんですけど、ここに、まあ、今仮置き板置いてありますけど、この板を生かしてもうちょっと厚みがある板を買ってきて2枚で、こういう簡易的な台を作りたいなと思っております。で、ここにブルーレイと、なんかもう一台ブルーレイなりゲーム機置いて、まあ、今ここに石置いてありますけど、 PC とりあえずここに入れて、 PC 入れて、なんかこの辺にも何か入れて、この辺にも昔の VHS とかのデッキとかをいろいろ入れていきたいなと思っております。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。